もう3日4日ぐらい前の事件になるんですけれども、久々に来ましたね。ニュース聞いていてぐっと来たのは。もう俺の心の G カップが、巨乳が、めちゃくちゃに揉みしだかれましたね。まあ、簡単にざっと説明すると、京都府の笠木町の廃棄ホテル、これかなり有名な廃棄、あの、心霊スポットっぽいですね。で、そこに訪れた男女4人、20代の子たちから、120万。 脅し取ったっていう。まあ、この3人が企立てた計画なんでしょうね。で、このニュース聞いた時に、まず真っ先に思ったことは、こんな非効率的な作戦。まあ、言ってしまえばもう無謀ですよね。無謀な計画を、よくもまあ、成立させたなっていう。これすごいですよね。俺、ショッカー軍団でもね、鼻で笑われるような作戦だと思うんですよ。でも言われ、ね、しかもしっかり捕まってるしね。うん。犯罪っていうのは、捕まるまでが犯罪なんで、 だから犯罪してし、起こしてしまった以上はもう捕まるしかないんでね。で、よかったですね。捕まったのも。まあ捕まったんでね、それは名指し名指しなんですが。まあじゃあ早速本題。この作戦、多角的にいろいろ分析していきましょう。まあどん、どういうふうに無茶なのかっていうのを説明したいんですけども。まず2023年8月と9月2回起こしてるんですね。この事件。この廃墟ホテルで。まずさ、今年の8月9月、めちゃくちゃ暑かったぜ。夜でも暑かった。そんな中、 暗がりの中でどうやって彼らは待機していたのか。まあ、基本車でしょうね。まあ、エンジンかけたまんまなのかな。何時間ぐらい待ったのかちょっとわかんないけど、エンジンかけ続けたらガソリン代結構かかるぜ。今年ガソリンすごい高騰したぜ。なかなかタダじゃないぜ、このじ、まずこの作戦ね。で、だし、じゃあ、エンジンかけなかった、節約家だとしてね。エンジンかけなかった。だとしたら、汗めちゃめちゃかくぜ。冷房効かないから。 これすげえ大変。根気がいるぜ、まず。っていうところからまず話し始めていきましょうか。で、しかも、その、塔のターゲットね。金を、その、たかる、ターゲットが、いつ来るかわかんないですよね、まず。何時、何分、何秒、地球が何周回った時に来るか、そんなの決められてない。下手したら、日またぐぜ。朝日拝むことになるぜ。ってなったらさ、多分、だいぶ骨折りゾーンの日ってのもあったんじゃないですかね。 それとも、ここのホテルすごく廃墟ホテル人気だからね。もうワンサかワンサか人来るのかな。だとしたらそれ廃墟ホテルも心霊スポットとして成立してないぜ。それはもう一種のテーマパークと貸してるぜ。そんなに人通り多かったらさ、揺すってる時に目撃されちゃったりして気まずいぜ、いろいろっていうパターンもあるじゃん。で、しかもさ、相手の人数にもよるぜ。相手が、こっち3人でしょ だとしたら、同数以上はきついぜ。だから、二人以下を狙わなきゃいけないわけでしょで、二人以下で来る確率って、またわかんないぜ、そんなの。この人たちがどれぐらいの日数ずっと待機していたのかわからないけれども、でも、二回成立させちゃってるぜ。だからそこら辺すごいっすよね。で、あと、この犯人の一味の一人の田尻って野郎はね、あの、久保田っていうところで働いてるんですけども、どこでまあ、働こうか働かないかか関わらず、 仕事終わりに、まずこんなことしたくないぜ。しんどいぜ。普通に。で、仮にじゃあ休日だとしても、こんなことに休日使いたくないぜ。休日って結構貴重だぜ。すごい、しかも、何回も言う。8月9月、猛暑日だぜ。すげえぜ、こいつら。金への欲望。あと、犯罪に手を染めたいという、このアウトローな感じね。だから、からすごいんだから、思惑が一致した3人、当園の誓いを。 杯をかわさなないとととここんんはまあ不可能だと思うんですけどもで残りの、えー、と犯人の一味、この田坂夫婦って夫妻っていうのは、えー、なんか心霊系 YouTuber っていうふうにネットでは紹介されてますね。YouTube で心霊スポットを紹介して、だつまり自分たちのチャンネルっていうのがもう蒔絵なんですよね。 自分たちのそのチャンネルで紹介した動画を見て、興味を持った視聴者が、実際にその現地に訪れると。で、現地に訪れたら、えー、田坂が待ってると。で、田坂に金を、えー、揺られてしまうっていう。だからすごい、まあ、理にかなってるっちゃ叶ってる作戦なんだけど、でもなんか遠回りしてるよね。すごい遠回しの作、だって実際にどれだけ視聴者って見に行くかわかんないからね。でもその可能性を少しでも上げるためにやってるわけですよね。いや、すごい根性、気合い入ってますよね。 で、もう一つ思うこと、まあ俺最初に二つ思うことあるって言ったんだけど、二つ目何を思ったかっていうと、まあこれちょっと正直あんまり良くない考えなんですけども、可能性の扉、開けちゃったかっていうふうに思ったんですよね。何の可能性かっていうと、これ、もしかしたら無謀な作戦じゃない可能性があるんですよ。俺が散々ここまでケチョンケチョンにけなしてたけど、実際に実績を上げてるんでね。 120万。でも3人だから1人当たり40万か。まあ、金の時間の消費と照らし合わせると、比較するとね、どんぐらい、もしかしたらマイナスかもしれない。ちょっとわかんないけどね。真面目に働いた方がいいんじゃないかっていうね。その犯罪のリスクと考えると40万ぐらいだったら。って思うんだけれども。でもね、この作戦を闇バイトの連中にやらせたらどうなるんだろうっていうふうに思ったんですよね。今年めちゃくちゃいたじゃないですか。その闇バイト、えーっと、 店店とか宝石店に白昼突っっっ込んでは散っていったたちがまあ、くないい人もたたよねは散らかしてたりなんかだからそういった醜い連中たちをなんか捨て駒、捨て駒っていうかなんかもうあれですよね、て天ガですよね。天ガのように使い捨てていく、もう意味もなく消費していくぐらいだったらば、無謀じゃないかもしれないこっちの作戦、心霊スポットで出待ちたかり作戦、こっちに人員された方がいいんじゃねえか、ルフィおい。 っていう風にこれちょっと思っちゃったんです自分これ良くない考えです。思っちゃったんですよね。でも俺が思うぐらいだから、もうすでにルフィは、匂い嗅いでるかもね。実際まだ闇バイトって死滅してないもんね。天河、天河になる、天河町の連中がまだいっぱいいるから。ってなってきたら、その天河町の連中雇って、もう10時間ぐらい、その廃棄ホテルで立ちんぼしてもらって、もう木の陰に隠れましょうか。だからもう8月9月、猛暑の中。無心、蚊に刺されながらも。 必死に頑張ってもらって、で、それで誰かが侵入してきたら、はい、不法侵入30万円いただくなり、つって、たかるということが起こるんじゃないですか。全国各地の心霊スポットでね、たかられる日々が来るかもしれないですね。でも恐ろしいですよ。なんかあの、週末世界の作品とかこういうこと起こりそうですよね。最初はなんかゾンビとか幽霊とかを、なんか人類が共闘して、そいつらを倒すみたいな。でも なんかそこら辺緩くなってきたら、今度は人類同士で醜い争いをするっていう。もうなんかそういうフェーズに入っちゃったのかもしんないですよね。だから心霊スポットあんまり入らない方がいいっすね。そういうのはもうの呪いのビデオスタッフとかに任せるっていう。もうそれしかないですね。てかんならもうほんのろスタッフもたかられる日が来るんじゃないかっていう。ちょっと恐ろしいことを考えちゃってます。